の連発を、こっちがシュートだ。わかったな。アシックスタイガー、エルパソとヒューストン。握り返さない。色めく音が立つビクタービデオザ・ハイファイ。JX タイムは勤労意欲の盛り上がりです。 IBM JX 意欲もりもり春のフェア実施中。自分は一等賞が好きです。スピーディーなハンドリング感覚、テック21プレイコロン1000円。コーティング、ハイグレードを超えた高品位スタンダードビデオカセット、スコッチ EG 新発売。この間新幹線で男の人に声かけられちゃった。へえ、若い人？タバコ吸ってもいいですかって。なんだ、でもその気持ちが嬉しいじゃない。スモーキングリーン。この海タワーは情報モール、神戸三地下、新しくなって30日オープン。さよならあなたに出会えて嬉しかった。ロキシーケンウッドから。ジャイアントババをリングに上げません。かなり入れ込んでおりますが、シャーキ村、そして軍団旗を打ち放し打ち鳴らして、グレート小鹿とやり合います。リング上、国際決明軍とジャイアントババチームの一戦であります。さあ、仕掛けたのはジャイアントババ、仕掛けたのはジャイアントババ。ラッシャー木村に16番、ストンピングだ、ストンピングだ。今ゴミが打ち鳴らされました。そして鶴見をジャイアントババが捕まえます。グレート小鹿、チャッパーを打ち下ろします。ババが仕掛けました。そしてグレート小鹿は鶴見エルボー。試合は始まっております。両選手の紹介もリングの下で行われます。大変なことになりました。山田さん、やはりこの国際決明軍、先シリーズからの勢いそのままのようですね。はい、それで今は木村選手がね、非常にババ選手を2度にわたって花束を飛ばすというような挑発の仕方、さすがに温厚な馬場選手もですね、ちょっと鼻に据えかねたというところで先制攻撃をかけましたね、はい。まあ、そのままゴングが鳴って試合になだれ込んだという格好ですかね。まあ、とにかく木村選手、鶴見選手ともに元気ですからね、用心しないと危険がいっぱいですね。さあ、早速その危険がいっぱい、鶴見とラッシャー9番に捕まっています。エプロンサイド、青いこの三角状、国際決明軍の陣地、場内乱闘であります。鶴見が地球生命相当ジャイアントババのこめかみに当てました。リング上ラッシャー木村に大立ち、ジャイアントババ捕まってしまいました。かなり膝を強打、そして頭も強打したようであります。ババが胴を煮やして仕掛けた後、怒涛のようにラッシャー木村、そして鶴見五郎が襲いかかりました。今放送席前、ゆっくりと間合いを取りますジャイアント馬場。今シリーズは PWS 戦対ハンセンとの一騎打ちも長崎大会で行われる予定であります。まあ、このハンセンとの一戦、これにまあ防衛することになれば、当然このラッシャー木村、あるいは次期シリーズ新がやってきますけれども、要求していく、この対戦を一騎打ちを要求していくことになりますよね。
当然そうなるでしょうね。そうなりますよね。まあとにかく馬場選手としては、はい、とにかくあの大反戦という戦いをね、あの控えて、はい、非常に今大事な時期ですね。そうですね。まあそれだけにこの木村選手なんかの調節にですね、はい、乗って怪我でもするようなことがあれば、一大事ですからね。そうですね。とにかくこのシリーズ PWF をはじめインタータックあるいはインターヘビーユナイテッドナショナルたくさんのこの選手権ベルトのかかった試合が目白押しではあります。さあここでラッシャー木村を超えました。ジャイアントババグレート小鹿との連携であります。グレート小鹿二十数年以上のこのレスリングキャリアを誇ります。そしてラッシャー木村も二十数年のレスリングキャリアを誇ります。重みがある両雄の対決。さあそして国際革命軍の参謀長として活躍鶴見五郎が急降下爆弾あらゆる角度からこの地獄突きを出してまいります。あのねなかなか見ていますとねあの木村選手冷静ですね。あ非常にあの鶴見選手へのタッチもうまくいってますね。あの一見入れ込んでるように見えるんですが、非常に戦いの計算をやっているようですね。そうしますとねこの連日マイクを持って馬場にこの一騎打ちを迫るラッシャー木村ですが単に焦ってるだけではないと。いやもちろん違うでしょうね。はは自分のじっくりした考えのもとにいろんな行動をしているということを考えていいんじゃないでしょうかね。そうですか。全シリーズの終わりではこの馬場にこの一騎打ちを挑発しても全然無視されましたのでその矛先を維新軍に向けまして暴れまくりましたラッシャー木村。どうでしょうこれからこの国際決命軍浮上してきますかね。もちろんねこの選手がそれぞれ好調であればですね、はい、でより一層の結束力を持っていれば、浮上するチャンスは十二分にありますね。そのポイントはやはりこのラッシャー木村。もちろんそうですね。この恩大将のですねラッシャー木村選手が、まあ、馬場選手と一騎打ちをやるあるいはタイトルマッチをやるというところまでこみつければもう自分のムードというものは大きく上がりますね。そうですね。おっとものすごい音がしました。水平打ちとして胸板へのストンピング。木村が一瞬たじろぎます。表情が変わりました。胸板も真っ赤。さあしかしジャイアントはちょっとこれは浮かって相手のコーナーの方へ自ら入ってしまいました。捕まっております。この馬場選手の体調の方はどうなんでしょう。いや今の動きから見ますとね、はい、やる気十分ですね。そうです。控室の表情も明るいようですか。そうですね。これまでカーンあるいはシンを下してまいりましたジャイアント馬場。膝の調子も左膝なんですが非常にいいこのように言っていました。さあその黄金の足でもって鶴見を蹴り上げます。この木村鶴見が花束をぶつけましたけれどもその花がリングに散乱しております。さあジャイアントババア重みのある攻撃だ。鶴見を子供扱い。そしてロープで16本の精霊化世界に届く16本決まりました。鶴見の村板鶴見青息と息苦しくなりました。そして小鹿の足が待っている。さあ極悪殺法がよみがえりますか。大熊とともにこのアジアタック10回ザックと6回極道コンビと恐れられましたグレート小鹿小気味のいい動きを展開しております。パイルドライブこれはロープが近かったようです。まあ、この馬場選手気力も充実しまして全日本プロレスは俺の手で守るということですのでこの国際決命軍を今シリーズも蹴散らしてくれることとは思います。そのジャイアント馬場につなぎます。水平打ちそして川津逆から川津落とし大技を連発です。鶴見をマットに沈めますか。ラッシャー君が出てまいりました。非常にあのシリーズを通しまして馬場選手はこのところヘッドバットですとかあるいはこの司会者でもやられる前にお前やるんだと激を飛ばすなど精神的にもものすごい乗ってますよね。そうですね。やはりあの自分がね積極的にならないと、はい、なかなかね難敵を倒すことができませんからね。そうですね。さあ馬場と鶴見がやり合っているがリング上はグレート小鹿とラッシャー木村。鶴見選手がね見せています。鶴見選手がチェーンを持ってやってますね。そうですか。そしてあこれを小鹿に一撃だ。鶴見五郎狂気を持ちました。やはりこの狂気を持たないと戦えないんでしょうか。さあそしてその鶴見の狂気攻撃で試合のペースをつかみますか国際決命軍。あーたークロスショップだ。ラッシャー木村のクロスショップこれで沈むのかグレート小鹿カウント3入った。非常にタイミングよくクロスショップが
決まりました。ラッシャー木村がグレート小鹿を抑え込んでおります。あの鶴見のチェーンですね、あれが勝負の分かれ目でした。はい、あの後ですね、馬場選手が場外に置かれてしまいましたね。はい、ご覧のようにラッシャー木村挑発をいたします。馬場選手には PWF のハンセンとの応援戦が待っております。今のところ沈黙を守っておりますジャイアント馬場。4軍団の構想が火を吹きます。この新しいシリーズ激烈スーパーパワーウォーズ開幕戦であります。後楽園ホール超満員のお客様です。一巻きで埋め尽くされました花道を、おっと見えました精悍な顔八千代明、大きな体キラーカーン入場であります。戦うモンゴリアンキラーカーン、このシリーズでは天竜の UN ベルトにピタリと照準を合わせました。試合前控え室でも入念なトレーニングで気合が入っていますキラーカーン。そして向こう側八千代明、この2人が今夜チームを作りました。さあそして春の嵐を思わせるようなテーマが鳴り響いております。注目の男天竜の入場、さあ気合が入ったキラーカーン、全身をこのように手でパチパチと叩いて気合を入れています。リングの八千代明は軽いウェイトレーニング、さあ天竜の表情が見えた、落ち着いています。天竜源一郎、長州との戦いは始まったばかりではあります。どっちかが潰れるまで何度でもやってやる、熱い闘志を胸に秘めまして力強く前進。天竜源一郎、キラーカーン、そして八津義明とリング上火花が飛び散ります。試合に先駆けまして花束が贈られます。両チームに贈られております。これが大熊そして天竜であります。本日のセミファイナル宅町45分一本勝負を行います。青コーナー250パンド八津義明、大きくなりました、強くなりました、そして落ち着きも出てまいりました八津義明。不気味な表情です。このシリーズにかけていますキラーカー、ベテラン大熊元志、今シリーズ UN の王座かけまして一騎打ちがあります。まあ、山田さん、このロードウォーリアーズの台風が一過の後、ファンの目はやはりまたこの長州軍そして全日軍の軍団構想に注がれるわけですよね。そうですね、まあ、特に、今日のタッグマッチですが、はい、まあ、天竜選手にとっては挑戦者のキラーカーンが、ね、目の前にいるということで、はい、内心多少の緊張はあろうかと思いますね。そうですね、まあ、お互いに今日の試合でですね、手の内をもう一度探り合うと、はい、いうようなこともありましょうし、この今日はキラーカーン選手がどういう戦法に出るか、やっぱりいきなり対決ですね。そうですね、そして今ご覧いただきましたでしょうか、キラーカーンが不気味に意味ありげにニヤッと笑いました。これは自信の表れでしょうか。さあ天竜とキラーカーンがガチッと組み合って男の対決です。やっぱりね、天竜選手無理やりロープギアまで押し込みましたね。そうですね、これもやっぱりね、天竜選手としてはちょっと男の意地っていうなものを見せましたね。もともとこの相撲で鍛えて腕力のある人なんですが、意地を見せました天竜源一郎。そして万力のようにこのキラーカーンの頭ヘッドロックで固めております。力が入ります。やっぱりね、相手のキラーカーン選手が自分より大きいですからね、こういうのに対して、はい、そうはいくかいという、やっぱり天竜選手の心意気でしょう。そうですね、さあ今度は力比べ、天竜が勝つかキラーカーンが勝つか、力が入ります。色の黒い方背中キラーカーン、そして天竜、さあ天竜がうまく体を入れ替えました。猛烈なチョップ、キラーカーンも返す、キラーカーンも返す、天竜、池天竜、ものすごい音がこのリング上
張り手ではなくてチョップの応酬。おっとキラーカーン膝をつきましたね。チョップでちょっとダウンですね。すごいチョップだ天竜。そして大熊にタッチではあります。この UN の前哨戦という意味合いもあります今夜のリング上。やはりね、はい、チャンピオンとしてはねこういう戦いの中で、自分の存在というものをチャレンジャーに対してはっきり示さなきゃならない、そういう気持ちに燃えてるんでしょうね。あ、なるほど、大変な意味合いを持った一戦というわけですよね。そうですね。しかしね、おそらくキラーカーン選手も負けちゃいないですよ。そしてまたこの両雄がよくぶつかりますね。そうです、はい、まあそういった因縁からですね、今度のタイトルマッチも生まれてきたわけですからね、はい、そうですね。さあキラーカーンのアルバトロス速攻がどこで火を吹きますか。さあ八千代先に渡します。120キロのベンチプレスで八千代はこの両腕を鍛えました。パワーをつけました。さあ新シリーズどんな動きか。キッチンシンク早い動きだ。早い動き天竜悶絶リングの中央トラックをひと中に打ち捨てました。そしてその上からストンピングだ。場内八つコール、八つコール、そして半分天竜コールだ。さあ今度はちょっとのやつに対してこっちまで持ってきたぞ。あ、天竜男意気感じますね。そうですね。素晴らしいファイトだ。八つ選手もね、はい、非常に動きがいいですね。そうですね。とにかくあのおそらくこの4人の中のスピードという点では八つ選手が一番でしょうね、はい、そうですね。とにかく先シリーズから長州を押しのけてでも俺がやるんだとこのように叫んだ心意気、自覚が出てまいりました八千代昭。さあクイックタッチはキラーカーン。今度はダブルでクロスラインを引きました。ダブル攻撃鮮やかに決まっております。やはり狙いを絞るとすればこの大熊殺しかもしれません。さあキラーカーンが規制を発してダブルチョップクロスチョップから自らロープに飛んでストンピングです。あのどちらかというとですね、キラーカーン選手の場合は、はい、ややスロースターター気味ですね。そうですね。ですから自分でこう燃え上がってくる、はい、そこまで、一瞬こう待たなきゃならない。しかし、今日はもうかなり、顔の色なんか見てますとね、燃えてるようですね。まあ先シリーズこのロードウォーリアーズで苦杯を舐めたキラーカーンでありますが、そんなのは微塵も感じさせませんよね。いやこういうね、タイプはですね、はい、もうやられてやられて燃え上がってくるというタイプですからね。そうですか。さあしかし大熊も燃えています。キラーカーンと大熊やり合います。エプロンサイドでは天竜。いや天竜ですね、一発かましましたからね。そうですね、ああキラーカーンと非常に天竜がやり合う時間が長いんです。今夜のリング上キラーカーンがダブルのチョップ、すごいモンゴリアンチョップだ。3つ叩き込みました。思わず天竜の顔が歪んでいる。八千代昭エルボーとキック、エルボーとキック。やはりねキラーカーン選手のあの大きな手で、ダブルチョップ効きますね。そうですね。ああいう表情を見せるのはあの長州のバックドロップの時とそれから今のクロスチョップ、そういう表情を私は見ました。さあそしてテキサスクローバーソールドがっちりと入りましたか山田さん、入りましたね。かなりいい形ですね、はい、しかし感が出るんです。巨体を預けるようにドーッと怒涛のように押し寄せました。キラーカーンも気合が入っております。そして大熊がボストンクラブの体勢逆エビです。ガチッと決めました。もう己の全てを投げ打ってこの維新軍征伐に乗り出していきます大熊。まあこの大熊が控え室で言ってましたけれども、とにかくやろうと思ったことは考えたことはリング上で何でもやってみることだよと、これは八つにも通じますよね。そうですね。もうやはり自分の持ってるものをですね、はい、トライアンドエラーでどんどん出していくことですね、そうですね。非常にやる気を感じます八つ吉明。素質はピカイチである。恐ろしい選手になるよとこのように鶴田も警戒の色を強めております。八千代昭。さあパートナーはキラーカーンです。やっぱりねこのパワーの違いってのはこういうの見てると感じますね。そうですね。やはり大熊選手も相当タフな方なんですが、あの重いねキラーカーン選手のキッチンシンクを振っちゃうと、はい、やっぱりグラッときますね。やはりどうしてもこういう小さいね、うん、技になってしまうんです、やはりねもうああいう風な反撃の方法しかちょっとないですね、あしかしこの大熊のヘッドバットに、あこれはいいですよ、顔面が歪んでおります。キラーカーン、さあ今度は噛みつき攻撃、極道殺法を蘇ってまいりました大熊。
もう一度秋の花を咲かせてやる。このように雄也リング上に飛び出しております。大熊戻し、天竜へのタッチ。今夜も何回目のこの顔合わせになるんでしょうか。天竜とキラーカーン。いや、しかし天竜選手ね、はい、調子がいいですね。調子がいい、非常にいい角度で決まった。苦悶の表情だ。しかしちょっとポジションが悪かったようです。とにかくね、あの重いね、はい、キラーカーン選手を軽く飛ぶレースなんてしてますね。そうですね。とにかくこの UN ユナイテッドナショナルヘビー級選手権、再来週放送の鳥栖大会でお送りします。またこの戦いも全日軍対維新軍の意味合いが非常に濃い試合でありますし、まあこのカーンと天竜、非常に馬力の持ち主ですから、いい試合が望めそうであります。さあ、キラーカーンが大熊を引っ張ってまいりました。この辺りで勝機を拾いますか。八吉明とダブルの攻撃、二人がかりの攻撃であります。高々と持ち上げて大熊、リングにドスーンと投げ捨てました。さあ、八吉明どういうふうに料理をするか。綺麗なドロップキック、絵に描いたようなドロップキック。かわいい、ハイアングルですね。そうですね、山田さんも思わずなりました。さあ、そしてボストンクラブの体勢だ。大熊に仕掛ける。鶴田だろうが天竜だろうが俺がやっつけてやる。近いうちに決着をつけてやる。長州にもチャレンジしたい。このようにこの気迫が八つを光らせるんです。さあ、大熊苦しい。さあ、大熊苦しい。八つの腰が入る。これを腕の力で返す。大熊も頑張りますね。よく頑張ってますよ。よく頑張ります。もう相当きついでしょうがね、はい。さあ、大熊体重が自らあるだけにちょっと苦しいか。さあ、また体勢が入った。腰が降りた。天竜もこのずっとエプロンから睨んでるんですが、大熊自力で返しました。見事であります。さあ、そして天竜にタッチ。こういうのを見ると天竜この音が燃えるんですよね。そうです。さあ、そして今度は天竜チョップからエルボー、カウンターで決まりました。そしてムンズとスタンディングポジション取らして、ローテン食い打ち、指を出しました。キラカーン出ます。非常に開幕戦とありまして、この4者とも張り切ったこの試合を展開しております。さあ、空を切ったエルボー、やつがエルボーの返し、下から蹴り上げる。さあ、目とアンが分かれたか。ワンダースープレックス、覆いかぶさります。カウンター1であります。うん、やつもこの勝機構えるところが上手くなりましたね。うん、そうですね。しかし今はね、さすがに天竜選手うまい反撃、はい、よく我慢しましたね。そしてキラーカーンへのつなぎではあります。クロスチャップ、喉元。しかしこれは赤いコーナー、大熊天竜のコーナーであります。キラーカーン登場しております。アメリカンプロレスのキャリアは十分にあります。キラーカーン、強力外人が来日いたしますので、非常にこのシリーズ燃えております。キラーカーン、さあ、大熊を捉えるか。おっと、大熊かわした。おっと、自ら飛んでドロップキック。ちょっと当たりは悪かったが、そうですね、これは放送席、大熊の気持ちを買います。さあ、下からヘッドバット。この1月の2日、大熊が生き返りました。そして今なおこのベテランの意地、それが生きております。大熊はやはり今シリーズもやりそうですね。そうですね。もうとにかくあの大きなキラーカーンに対してヘッドバットの連発、もう本当にそこ以上見せてますね。背伸びしてヘッドバット打つんです。側頭部です。そしてキラーカーンもこのくらいでは立ち上げません。八吉明登場。八吉明登場。大熊が返します。一瞬一体の攻防になってまいりました。45分の一本勝負、後楽園ホールの開幕戦ではあります。大熊が反撃を試みます。この何度返されても立ち上がっていきますね。これはやっぱりね、あのガッツですね。いわゆる根性のあるところを見せましたね。俺もいるんだぞということをアピールしております。大熊ガッツポーズも入りました。大熊もう攻撃はヘッドバットしかないんですけどね。本当にね、まあ、はい、今の攻撃パターンは根性ですけれども、はい、この根性の攻めを買いますね。そうですね。そしてこのロープ際の旨味も見せます。しかしちょっと前を取りすぎたと思ったんですが、決まりましたか。ヘッドバット、あのボディに決まってますね、はい、カウント入ります。おっと
おお、 2.5 まで来ました。効いているようです。ヘッドバットがボレーに決まっています。そして大熊が主君の金星を拾うか。しかし返されています。で、アクロ体勢から後ろに投げたフロントスープレックス。このあたりからやつも声が出てくるようになりました。そしてキラーカーンへのタッチ、大熊を投げ捨てておいて、これが怖いぞ。ダブルニードラップ、アルバトロスサッポー全開、ハンスリー入った。やはりヘビー級、体の大きい人のプロレスという感じがしますね。はい、やっぱりね、大熊選手もう本当によく前線検討してるんですが、集中砲火を浴びましたね。さあご覧ください、両者はユナイテッドナショナルヘビー級選手権一騎打ちが待っています。この両者の駆け引き、どうご覧になりますか。やっぱりね、はい、これは挑戦者としてはね、キラーカーン選手、これでアピールをしておかなきゃならないんですが、はい、天竜選手も本当にね、今日はがっちり受けて立ちました ね、 ね、いつでもやってやるという無言のデモンストレーション、はい、これやっぱり天竜選手ね、非常に良かったと思いますよ。そうですね、今シリーズもこの天竜源一郎やってくれそうですね。そうですね、大いに期待したいですね。11分48秒体固めでありました。八吉明キラーカーンの連携が天竜源一郎大熊元氏を破った試合でございましたが、天竜のファイトが非常に光った一戦でした。白い感じてる聖子の風クリスタル。大阪ガスのファンヒーターエアコン、冬にはっきり差が出ます。ものすごく自由です。モダンチューハイサンシャワー新発売。薄くなるほど気持ちいい、ペーパー気分のカシオペラ。一回しか言わないからよ、大きい時計を。こっちが足崩れエンバト、こっちがヒューストンだ。アシックスタイガーエルパソとヒューストン。掃除機では取れない。春になれば埃も増える。髪の毛とくずコロコロスイスイコロコロスイスイ。ビーのビリッセキスイミセスロールでゴミキャッチ。パナソンの任天堂ファミコンシリーズチャンピオンシップロードランナー。スリル、スピード、テクニック、チャンピオンへの道は厳しい。チャンピオンシップ、4月堂々発売。さあ、長州力のテーマです。果たして長州神話は崩れ去ったのでしょうか。ブルーザープロディー戦、ザ・ロードウォーリアーズ戦で完封なきまでに叩きのめされました、この長州力。暗い奈落に止めどもなく吸い込まれていくのでしょうか。いや、しかし長州力はこのシリーズで必ずや生き返るはずです。この地獄から自力で脱出する方法、それは世界最高峰 NWA 世界ヘビー級タイトル奪取にかかっております。開幕戦第1戦の相手はブルドッグボブブラウン。試合に先立ちまして日本テレビから両選手に今花束が贈られました。長州力のシングルマッチ、テレビでは初めてお伝えしてまいります。ダブルメイベント第1試合60分一本勝負を行います。青コーナー250分のボブ・ブラウン、アメリカの選手です。ブルドッグボブ・ブラウン、カンサスの猛犬です。いよいよ世界を狙います。長州力、世界を相手に真の維新達成を狙います。長州力、いよいよ長州力が NWA 世界ヘビー級チャンピオンリックフレアに挑戦する試合が決定いたしました。その長州力であります。勝負の方はダブルメイベントの最初の試合、60分の一本勝負で試合は行われます。長州力の男の情念とロマンがいよいよ再び燃え上がります。開幕第一戦、今夜はブルドッグボブ・ブラウンとのシングルマッチ。さあ山田さん、いよいよ長州力
世界の王手をかけた世界挑戦が決定しましたね。はい、とってもその意味では大切なねシリーズですからね。そうですね、長州選手としても心中期するところがあると思いますね。そうですね。さあ今夜はシングルマッチでありますので、長州力の全てがさらけ出されます。そしてまた長州力の本当の強さを、ファンは知ることでありましょう。この長州力です。前回のシリーズは本当に痛められました。ブルーザーブロディ戦、ザ・ロードウォーリアーズ戦、外人選手に弱いんではないかという風評があったんですけれども、図らずもそういう結果に終わってしまいましたが、このシリーズは長州力にとりましては本当に山田さん大事なシリーズですね。そうですね、とにかく今日の相手のオルドック・ボブ・ブラウン、この人はベテランだけにですね、非常にずる賢い作戦を持ってますね。でしかも過去の実績としてはセントラルステーツ地区のヘビー級チャンピオンに何とも返り咲いてる。だそういった意味では長州も決して侮っちゃいけませんね。相手はベテランであります。アメリカマット界の超ベテラン、ブルドッグボブブラウン、カンサスの主と言ってもいいくらいのベテランですよね。はい、確かにね、年齢的な面ではやや峠を越しているという見方はできますけれども、作戦面ではないですからね。はい、さあ密着プレーを展開する長州力、今夜は開幕戦、しかも長州力が、世界挑戦決定しておりますので、放送の方のテーマは長州力 NWA 世界ヘビー級チャンピオンリックフレアに挑戦をテーマにお送りしてまいりたいと思います。長州力にとりましてはもちろん初めての挑戦ですね。はい、今のね長州選手の力というものはかなり高く評価していいと、はい、私は思います。ただ世界ヘビー級王座、とにかく NWA の世界ヘビー級王座というのは世界の最高峰、この選手に挑戦するという場合ですね、果たして自分の持っている力を 100% 出せるかどうか、難しい壁でしょうね。私は長州選手が持てる力を 100% 出したら、あるいは勝つチャンスは十分あるんじゃないかと。そうですか。思いますが、はい、問題は出せるかどうか、果たして何パーセント出せるのか、そのあたりだと思うんですね。この世界タイトルマッチは4月の23日相模原市立総合体育館で実現いたします。がしかし山田さん、控え室での全日本軍団の表情だったんですけれども、第一挑戦者は我々は鶴田か天竜か、こういったところを考えてたわけなんですが、意外や長州力が一番手として抜擢されましたね。はい、これはね、やはり全日本プロレスとの構想の中で、はい、鶴田選手、あるいは天竜選手、あるいは馬場選手、こういった人たちを相手にした長州選手のですね、非常に果敢なアタック、はい、その実績を買われたんだろうと思いますね。そうですか。4月23日の相模原市立総合体育館で実現いたしますけれども、その勝者に翌日の4月の24日横浜文化体育館でジャンボ鶴田が挑戦でございます。プロレスファンにとりましてはこの2日間というのはもう続々興奮を隠しきれない2日間ですね。そうですね、しかしね、長州選手もね、初のビッグタイトル挑戦ですね、はい、ということで過去のですね、先輩たちが舐めた苦労、大きな壁にね、鶴田選手も馬場選手もね、何回もぶち当たって泣いたですね。そういったね、過去のねことをね、噛み締めて挑戦してもらいたいですね。はい、そうですね。それから一方のファンの目の立場を考えますと、世界チャンピオンリックフェアを通じての長州鶴田天竜比較、こういったことをファンの皆さんは考えるんじゃないでしょうかね。そうですね、それはファンの皆様方はそういった推理もするでしょうね。はい、さあ世界へ挑戦が決定しております長州力、ボブ・ブラウンが頑張って長州力を一旦場外を送り出して、再び長州力素早いフットワークでリングの中に入ってまいりました。このシリーズの長州力の活躍はどうでしょうか。おなじみの黒いトランクス、そして学生時代から身につけております白いリングシューズ、長州力です。ブルドッグボブ・ブラウンの熱い胸板に長州力のキックが飛んでいく。さあもう一回キックを打って、そしてブレンバスターで一旦返します。さあ長州力の流れがどうやら構成されそうです。さあ大きく思い切って飛ばして、今度はラリアット、ラリアット一発でボブラウンをぶっ倒した。そのまま覆いかぶさってカウント3、早い勝負でした。長州力開幕戦を見事に力ラリアットで飾りました。今のはねカウンターというよりももう計算がけと言っていいんじゃないでしょうかね。上からねもう叩きつけるような一発、はい、なかなかね力のこもったラリアットですね。もう全く表情を変えませんこの長州力、もう頭の中は世界挑戦でいっぱいのことでしょう。
さあ、待ちに待った行楽シーズン、爽やかな風に誘われてあなたも大自然へ出かけてみませんか。そこで今日は海や山へのキャンプに今最適のニューオートロッジをご紹介します。テントとエブニオ大きすぎるこの広さ、大人6人が眠れるゆったりサイズで、ご家族連れのキャンプにはぴったり。床シートは雨水の入る心配はなく、また入り口や窓には防虫網がついており、虫の入る心配もゼロ。後部の窓にも防虫網がついていますから、涼しくお休みになれます。テントは二重構造で、防水加工のポリエステルシートですから、雨や風に強いのが特徴です。また日中はキャノピーの下に日陰ができますから、お食事の時なども涼しく快適、もちろん風雨に備えて完全密閉も OK です。このニューオートロッジ、今回は木製テーブルに椅子4脚、さらにランチプレート、ボールからカップ、スプーンまで、キャンプに必要な小道具を全てお付けして、3万円を切った見逃せない価格29,800円、特別価格29,800円でのご奉仕です。分割は月々3,200円の10回払い。お申し込みは大阪06-648-1000番、06-648-1000番です。お電話お待ちしています。激烈スーパーウォーズの開幕戦、ご覧のように盛況です。一波乱も二波乱も起こりそうなこのシリーズでありますが、全日本軍団は全員ベストコンディションで新しいシリーズを迎えました。さあ、開幕戦ダブルメイベントの最後の試合であります。鶴田と石川が務めます。前半はスタンハンセン、後半は NWA 世界ヘビー級チャンピオンリックフレアとの激しい対決が待ち受けています。ジャンボ鶴田が中心選手です。このシリーズに一つの可能性を大いに期待したいと思います。 AWA に続きまして NWA 世界ヘビー級チャンピオンベルトを鶴田に巻いてもらいたいと思います。ジャンボ鶴田が期待いっぱいのシリーズ、順風満帆に果たしてことが進むか、それとも見当のつかない獣道へ迷い込むか。ジャンボ鶴田、石川隆史組であります。試合に先立ちまして、日本テレビから全日本軍団鶴田石川に今豪華な花束が贈られました。レフリーは城樋口さんです。ダブル名イベント60分の一本勝負、開幕戦の相手はスタンハンセンとロンバス。外人パワーの前半の主役スタンハンセン、4ヶ月ぶりの来日です。さあ、やってまいりました。パートナーのクロディは新たな戦場を求めまして同僚たる原野に旅立ちました。しかしスタンハンセンは強靭な意志を秘めまして、打倒全日本プロレスに向けて31回目の来日であります。堂々の風格。さあ、テキサスカーボーイコンビ、これがスタンハンセン。太いロープで相手を威嚇します。スタンハンセンの入場、パートナーはロンバス。おそらくこのシリーズ思いのまま本来の新感パワーを発揮するでありましょう。このシリーズで果たして何人の選手が元祖ウエスタンラリアットの犠牲になるんでしょうか。両選手の紹介です。スタンハンセンのパートナーロンバス、タッグマッチの力強いパートナーです。元祖ラリアット、ウエスタンラリアット旋風が吹き荒れるか。スタンハンセン、鶴田のパートナー石川、タフガイ石川、大きく成長しています。インターヘビー級、インタータッグ2冠を守り抜く強者、ジャンボ鶴田。勝負の方は60分の一本勝負であります。さあ、どういう試合になりますか。激烈スーパーウォーズ、前山さん退去してスーパーヘビー級クラスの外人勢が来日なんですけれども、まあ、前半の主役はどうしてもこのスタンハンセンですね。そうですね、まあ、とにかくね、いつ見ても大変に息がいい。もうなんて言ってもね、もうこの選手だけはいつもね、期待で胸がいっぱいになりますね、まあ、果たしてね、どういうことをやるのか、もうその時その時でいろんなことを考えてきますからね。さあ、まず先陣を切ってどちらが出てくるか。これがスタンハンセン、パートナーはロンバス。さあ、全日本軍団鶴田軍団は鶴田か石川か。60分の一本勝負、やる気満々のスタンハンセンに対してどうやら鶴田が出るのか。あ、鶴田は控えに入りました。さあ、まず石川隆が出てまいります。前半の主役はこのスタンハンセン。山さん、ブルーザーブロディと離れたスタンハンセン、どういうレスリングをするか、まあ見どころいっぱいですね。そうですね、まあ、ただスタンハンセンという選手はね、
これタッグばかりでなくてシングルでももちろん実力世界的なものを持ってますから、はい、その点の不安は全くないでしょうね。そうですね、反戦絡みのタイトルマッチ、おっと全日本軍団はジャンボ鶴田が早くも出てまいりました。来週放送の山形大会インタータッグ選手権があります。パートナーのロンバスとともに鶴田天竜のインタータッグにまず挑戦、それから長崎大会ではジャイアント馬場の PWF ヘビー級選手権に挑戦、この大きな2大タイトルマッチが待ち受けています。タンハン戦、これはね、過去自分が実際に保持したことのあるシングルのベルトですしね、あるいはタッグももちろん意欲を持ってますね、はい、ですからね、このスタン・ハンセンの存在というものはこのシリーズのもう本当の台風の目と言っていいでしょうね、うん、そうですね。さあジャンボ鶴田とスタン・ハンセンの力強い攻防、鶴田も絶対に負けてはおりません。ジャンボ鶴田の話題になりますけれども、いよいよ後半最終戦に近い横浜体育館で NWA の世界王者に挑戦ですがね、そうですね、今度こそベルトを取ってもらいたいですね。まあ、とにかくね、大変に意欲を燃やしているわけですが、まあ、はっきり言って鶴田選手の場合大変にハードワークですね、うん、そうですね、まあ、とにかくタイトルマッチ絡みはいくつもあります、これをねどう克服して自分のタイトル獲得に結びつけるか、はい、もうやはり本人には全く気の毒だとは思いますけれども、やり遂げてもらうんだな、はい、今度はスターハンセンから初めてロンバスが出てまいりました。ロンバスもインターナショナルタッグのベルトを巻いた時にはこのパートナーのスターハンセンとともにいい動きを見せました。何しろ馬力のあるアウトローであります。何をしでかすか分かりません。本当に力強い選手でありますロンバス。やっぱりね、体が大きいですからね、こういったハンセン選手のパートナーなんかにはうってつけですね。そうですね。でこの人の場合は妙なテクニックを使わなくても、むしろハンセン選手の言う通りに動くと、でよりパワーの戦力として自由自在に使えると、これが大きいですね。そうですね。まだ先の話になりますけれども、ミラクルパワーコンビが空中分解に伴いまして今後のハンセンのパートナー選びというのが、まあ、大事な要素になってまいりますが、このロンバスもいい相手ですよね。やはりまあ候補の一人ではあるでしょうね。そうでしょうね、はい、まあ、果たしてハンセン選手がですね、はい、どういうふうに考えているか、うん、これは今のところノーコメントなんでね、はい、分からないんですけれども、次のシリーズに来日いたしますテリー・ゴディあたりも候補の一人かもしれませんね、はい、なかなかテリー・ゴディ選手もね、最近めきめきとパワーアップしてますからね、はい、スタンハンセンのパートナーは果たして誰になるんでありましょうか。さあ鶴田とスタンハンセン、スタンハンセンとの一騎打ち、さあゆっくりと見たいと思います。おっとカニバサミに行きました。あ、これは意外な技持ってきましたね。そうですね、スライディングレグシザースです。はい、ハンセンという選手はね、時々ね大変にオーソドックスなものを出してきますね、ということは基本的なものがねすっかり身についているということでしょうね、そうですね。ですからもう嵐のようなパワー殺法だけに手を奪われていると、とんだところで足をすくわれるという恐れもありますね。2パットを連続して打ちまくりましたスタン・ハンセンです。4ヶ月ぶりの来日なんですけれども、変わった点はありますか。いや、とにかくね動きが一段と速くなってますね。さあ今度はロンバスに巧妙なタッチ、まあ、ジャンボ鶴田が一人舞台であります。大いに暴れまくります。ここで石川タッチにタッチ、さあ石川が飛び込んでまいります。空中戦を挑んでまいりました。白いリングシューズ、今日下ろしたてイメージを変えてまいります石川隆。さあ相手は体の大きいロンバスだ。さあセカンドロープに駆け上ってもう一回、おっと得意のギロチンドロップ、空中ギロチンドロップを見舞いました。相手の動きを止めようという作戦。石川隆もこのシリーズはいい選手がやってきておりますので、まあ、相手に不足なしですね山田さん。そうですね、もう本当にねこの大型選手相手にですね、もうどんどんぶちかましていって、もう玉砕戦法でいってもらいたいですね。サソリ固めの体勢からがっつりとこれを決めようとしたんですけれども、スタンハンセン早くも気がつきました。まあ、しかし恐ろしいパワーですね。本当ですね、軽くちゃんちゃんとチョップを2発出しただけで相手を倒しますからね。そうですね、正面にはスタンハンセンキックでいきます。そしてブレンバスターの構え、石川踏ん張れるか。さあ高角度に決まりそうだブレンバスター、うわーっといきました。豪快に見せますスタンハンセンのブレンバスター。いい動きですね、仕上がりはいいようですね。まあ、とにかくね、大きい文句のつけようがないですね。そうですね、しかも今日はねまだバッタリ倒れるというケースがほとんどないですね。やはり怖い存在だ。ザ・ロードウォーリアーズに続きまして、この全日本軍団全日本マットに襲ってまいりました大地震、これがスタンハンセンであります。どういう暴れっぷりを見せるか。
全てのタイトルを持っていこうという構えなんですけれども、それも十分にありえますね。もう可能性としてはね、過去の実績を見るまでもなく、現在のパワーだけでもその恐れは十分ありますね。そうですね。まだ今夜は得意のウエスタンラビアットを温存しています。さあ、ロンバスを的にいたしました。ジャンボ鶴田は石川組、勝負を拾うためにはどうしてもロンバスから取りたいところです。さあ鶴田が思い切ってチョップ。さあ鶴田の今度は NWA 世界ヘビー級のベルト取りなんですけれども、今度は実現しそうな可能性は十分あると思うんですが、どうですか。そうですね、とにかくね、そのハードスケジュールの調整をね、どう成功させるか、鍵はその一点にあると思いますね。もうとにかく精神面でもね、鶴田選手は絶対に負けてませんし、実力はもう言うまでもない、となればもうあとはスケジュール、いわゆる最終的な体調の調整ということになるでしょうね。そうですね。ですからそれまでに怪我のないようにそこをピークへ持っていくと、これが難しいでしょうね。そうですね。ジャンボ鶴田の世界ヘビー級のタイトルマッチは4月の24日、横浜文化体育館、その前日相模原大会でリックフレアと長州力、この勝者に挑戦でございます。さあ三冠戦とジャンボ鶴田、世界タイトル2団体制覇の夢が、かけられておりますジャンボ鶴田ですけれども、ジャンボ鶴田ならできる、いやジャンボ鶴田しかできないことかもしれませんね。案外そういう見方がね、私は当たってるんじゃないかと思いますね、大いに期待が持たれます。さあ再びスタン・ハンセンとの力強い攻防が見られます。ジャンボ鶴田がっちりとキャンバスに足をつけた、そーっとスモールパッケージホールド、細かい技を出してまいりました。このスモールパッケージホールドはスタンハンセンにとって忘れることができませんね。そうですね、取られましたもんね、しかしね、今日の鶴田選手ね、いまいちエンジン全開という感じではないですか。余裕を持ったファイトなのか、その辺がちょっとわからないんですよね。大事な試合がもう目白押しですので、そうですね、8分の力ぐらいで戦ってるかもしれませんね。やっぱり、どちらかというとタイプとしてはスロースタータータイプですからね、さあ今度は石川が空中戦、思い切って飛び込んでいきます。スタン・ハンセンにもものすごいドロップキックを浴びせました。石川隆がいい、さあロンバスを捉えて対角線上のフォーター、さあ今度はおっとセカンドロープに足を乗せて、思い切ってエルボーもめった打ちロンバスの顔面を割ろうとするのか。今度はスタン・ハンセン、バックを取ってバックドロップ、これは強烈でした。さあハンセンに試合の権利がありました。そのまま覆いかぶさるがジャンボ鶴田がフォロー、さあ予告のラリアットか、ラリアット、やはり上3ラリアットを予告して飛ばしました。そのままカウント3、鶴田は外でロンバスを思い切って私ども放送席に叩きつけておりますが、リングの中レスにしてしまいました。石川隆、とうとう上3ラリアットの餌食になってしまいました。予告ラリアット久々で見ましたけれども、いかがですか。いや、 やっぱりね、完全に作戦のミスでね、鶴田選手が場外戦をやっている、これではね、もう予告殺人をやられても、やむを得ないと、もう全くパーフェクトにやられてしまいましたね。いろいろな比較ができると思いますけれども、先ほどの、長州力の力ラリアットと比べてどうですか。そうですね、やはりね、今日だけを端的に比べますとね、ハンセンのパワーが勝っているような感じがしましたね。そうですか。そうしますと来週に迫っております、まずはインターナショナルタッグ選手権、鶴田も天竜もやはりウエスタンラリアットだけはもう絶対に避けなきゃいけませんね。そうですね、果たしてスタンハンセン絡みのタイトルマッチ、スタンハンセンが大いに暴れまくってインタータッグをもぎ取って帰るか、はたまた PWF のヘビー級のベルトをも持って帰るか、非常に期待感いっぱいのスタンハンセン、ジャンボ鶴田もまずまずの仕上がりでこのシリーズを迎えました。ジャンボ鶴田は3大タイトルが待っております。なんとしても鶴田には NWA 世界ヘビー級のベルトを巻いてもらいたい、これがファンの願いでございます。開幕戦をお送りいたしました満員の後楽園ホール、この辺でお別れしたいと思いますが、来週は山形県体育館からジャンボ鶴田天竜組対スタンハンセンロンバスとのインタータグ選手権を中心にお送りしてまいりたいと思います。このシリーズも山田さん、どうぞよろしくお願いいたします。解説の方は東京スポーツ新聞社山田隆さんでお送りしました。
賛参戦。 LWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・フレアーの参加の全日本プロレス85年激烈スーパーパワーウォーズ神戸大会は4月19日金曜夜6時30分神戸ワールド記念ホールで行われます。ジャイアント馬場、ジャンボ鶴田、天竜源一郎、タイガーマスク、さらにジャパンプロレス長州力ら強豪レスラーが多数出場。神戸決戦をご期待ください。豊田さん家では栄養のバランスを考えるとミルクで食べるコーンフレークが欠かせないんですって。世界のブレックファースト、ケロッグコーンフレーク。球体は仕事探しの真面目です。サクセスを見つける求人誌、球体。うまいガニ。あのね、つないで遊べるカニタンもついてるよ。明治のスナックカニタン新発売。今日も一日お疲れ目様。目が疲れたら新スマイル。冷たい新スマイル。真面目に遊ぶ。まあいたずらなんてうちの子に限って。澤部はミルクとシェイクしようね。シャリとなる。